マグノリアの花たちは、ロバート・ハーリングの擬曲。アメリカ合衆国南部の小さな町を舞台に、固い絆で結ばれる女性たちの姿を描いた作品である。初演は1987年にオフブロードウェイで上演され、それを原作とした映画が1989年に公開された。ここで言うマグノリアは、 アメリカ南部を象徴する花木大山木を指す。舞台は小さな町の美容院。登場人物はそこに集まる6人の女性たちである。ウィザート・クレリーの、くしき友情、町の新顔で打ち切だった、アネルの変貌ぶり、トルービと家族の関わり合い、糖尿病を患いながら、命をかけて、出産を決断する、シェルビー。 またその決断に複雑な思いを抱える、母マリンといった女性たちが紡ぐ絆、友情の群像を描く。作品が生まれたきっかけは、ロバート・ハーリングの妹スーザンの死であった。一型糖尿病患者だったスーザンは出産のリスクを認識した上でなお子供を持つことを望み、産後に合併症を併発して亡くなった。ハーリングは、 その不幸を受け止めることができずにいたが、スーザンの身に起こったことを執筆する、要周囲から進められ一幕物の短編を執筆し始めた。執筆を進めるうちに登場人物の感情や多様な人間関係を描くために一幕物は馴染まないと考えて、長編の形式へと切り替え、また、作品の根底にある深刻な状況を遠征的に描くのではなく、 快逆に溢れた陽気なやりとりを重視する作風とした。演劇は1987年にオフブロードウェイで初演を迎えて1990年まで公演が続き、2005年にはブロードウェイへ場所を移して再公演を行った。また、これまでにイギリス、日本、スウェーデンの作りテラがそれぞれの国で公演した。 映画は1989年に公開され、1990年に開催された第40回ベルリン国際映画祭のオープニング作品に選ばれた。北米圏において、工業収入は8000万ドルを超えるヒットを収めたが、年間の工業収入順位は14位にとどまり、主要な映画賞でも目立った功績を残すことができず、賞ーレースに参加していたのは、 若手女優の一人、ジュリア・ロバーツの海と言える結果だった。このロバート・ハーリングによる儀曲は、今日においても人気がある作品の一つであり、アメリカ合衆国各地で公演が頻繁に行われている。トルービが自宅で営む美容院を舞台に登場するのは6人の女性、それとラジオから流れる DJ の声を加えた密室劇である。 映画化作品に登場するような他の人物は会話の中で言及されるのみで実際には登場しない。初演は1987年3月28日、ニューヨークにあるプリング・ウィズピエ劇場で迎えた。演出はパメラ・バーリンが務め、マリン役にローズマリー・プリンツ、トルービ役にマーゴ・マーティンデール、シェルビー役にブランチ・ベイカーといったキャストが並んだ。 同年6月19日よりプロダクションは、ルーシル・ローテル劇場に移り、シェルビー役を、ベッツ・ヤイデムが引き継いだ。バンサー劇場正面1989年には、ジュリア・マッケンジーによる演出、マリン役に、ローズマリー・ハリス、トルービー役に、マギー・スティード、ウィザー役に、ジーン・ボート、クレリー役に、ステファニー・コール、シェルビー役に、 ジョエリー・リチャードソンといったキャストを揃え、ロンドンはリリック劇場で初演された。2005年の春、戯曲はライシーアム劇場で上演されて、ブロードウェイデビューを飾った。3月15日から支援が始まり、4月4日に本公演の幕が開けた。キャストは、マリン役にクリスティーニ・エヴァーソウル、トルービー役に、デルタ、バーク、ウィザー役に、マーシャ・メイソン、 クレリー役に、フランシス・スターン・ハーゲン、シェルビー役にレベッカ・ゲイ・ハートがついた。公演を終了するまでの上演回数は、支援が23回、本公演は136回を数えた。日本の劇団も上演しており、劇団俳優座によって2007年11月14日から25日までの間東京で公演された。キャストは、マリン役に、川口敦子、シェルビー役に、 安藤緑、翻訳と演出を森市が務めた。また、スウェーデンにおいては2008年11月16日に、ストックホルムのバーサ劇場で初演され、これに、ロバート・ハーリングも来場した。キャストは、マリン役に、ペルニラ、アウグスト、シェルビー役に、メリン・バキンナマン、演出をエマ・ブクトが務めている。映画化作品は、 アメリカ合衆国で1989年11月15日、日本で1990年4月21日に公開された。監督は、ハーバートロス、脚本は原作と同じロバート・ハーリングが務めた。ハーリングは映画の脚本を初めて手掛けて、自身が書き上げた擬曲を大幅に開講した。 原作にはなかった男性キャスト、屋外シーンなど多くの要素を追加した一方、トルービの子供を二人から一人にするといった、設定変更や一部のセリフを削除、変更した。舞台設定は、ルイジアナ州にあるチンカピンという架空の街が作られ、実際の撮影は、ルイジアナ州中田州で行われた。キャストは、アカデミー賞女優のサリーフィールド。 シャーリー・マクレーン、オリンピア・デュカキスといった顔ぶれが並び、重要な役どころを務めたジュリア・ロバーツはこの映画で、ゴールデングローブ女演女優賞を受賞したほか、自身初めてとなる、アカデミー賞のノミネートを受けた。男性キャストは、マリンの夫ドラム役に、トム・スケリット、シェルビーの夫・ジャクソン役に、ディラン・マクダーモット、トルービの夫・スパッド役に、サム・シェパードが配された。また、 シェルビーとジャクソンの結婚式のシーンでは、ロバート・ハーリングが牧師に憤しており、シェルビーが入院した病院のシーンでは、実際に、スーザンの治療、看護に当たった医師や看護師たちが出演した。カッコ内は日本語を吹き替え CBS は、毎週30分番組のシットコムとして続編が、制作できると、見込み、1990年8月17日に、 パイロット版を放送したが秋からの新番組に編成されることなくお蔵入りとなった。配役は、マリン役に、シンディ・ウィリアムズ、トルービー役に、サリー・カークランド、ウィザー役に、エレイン・ストリッチ、クレリー役に、ポリー・バーゲン、アネル役に、シーラ・マッカーシーがついていた。内容は、映画版のエンディングに続くものだったため、亡くなった。シェルビーは登場しない。ありがとうございます。